アクスどんくらいぶりだ。ほう、小原さんのヒューゴすごいな。これどう崩すんすかね。はーい、うん、小原さんは下がってパームでちょっとゲージ溜めてって感じですね。さあでもマイケルさんが近寄ってくる。さあ大翼線のゲージがもうちょっとで溜まりそう。溜まりました。大一般が効果的に4連続当たってますね。もうゲージも体力も奪っていくんですごいですね。もう満タン近いですね。さすがにエバーさんこれ SA スーパーアーツが小投げではなく連続技になるハンマーマウンテンの方ですね。さあ陽動脚が逃げていきますね。これがね追いかけづらいヒューゴーにとってめちゃくちゃ強いんですよね。画面端からスッと脱出できるから、その体力どう巻き返そうってなりますね。ハンマーマウンテンもねどこで当たるかどこで当てるかっていうところなんですけども、さあ下がっていかない。体力もいっぱいある。空中投げで対空も完璧。これはもう次のラウンド頑張るしかないか、頑張るしかなさそう。お互い体力マックスで次のラウンド、まあ、徹底するとこういう感じになるんだなっていう感じですよね。じゃああったかいからちょっと冷やさなきゃまあ確かにここら辺で温度調整って感じですね。投げて、さあ9号いくよ。さあまあブロッキングされている。ストローク的に言うとジャストパリーのようなもの。ああ中足当たって、これはヒット確認ができる。高見中キックでございます。当たって確認してスーパーアーツ出してっていう感じですね。投げて、さあ江原さん苦しい。後ろからくぐって投げて、さあかなり厳しいです。何かしないとさあできない。むずい、強すぎた。マイケルさんがこれ似たてですね。